どうも、ゆうごです。ゆうごです。佐久間ゆうごです。早速本日のお題を読んでいきましょう。今日も一緒に学んで成長していきましょう。本日のお題は、一度はひどい地獄を経験しておく。こちらのお題を今から読んでいきます。私は高校2年の夏休みの1ヶ月間、猛烈に勉強をしたことがあります。1日に12時間ほど勉強しました。寝ている時間と食事する時間以外はほとんど勉強時間でした。当時レベルの高い国立大学を目指して猛勉強をしていました。勉強そのものが楽しかったこともあり、余計に勉強に歯車がかかっていました。初めの1週間くらいは良かったのですが、しばらくして調子がおかしくなってきました。髪の毛が抜けてきたり、肌の調子が悪くなったり、表情も暗くなったり、だんだん体の調子が悪くなってきました。自分のやりたい気持ちと裏腹に、体の調子は次第に悪くなりました。母から、高弘、顔色が悪いよ、と言われるくらいになっていました。さすがに夏休みの後半では、体がフラフラしてきて、そろそろやばいな、という境界線を一度経験したことがあります。自分の体がこの辺りまでは耐えられるのであろう限界です。一度自分の限界に触れる経験をしておくと、その後は計画が立てやすくなる知恵があります。私のその夏休みの猛勉強で自分の限界を知ったおかげで、後から計画性が良くなりました。このくらいならまだ大丈夫だろう。この期間であればスケジュールをこのくらいは詰め込めるな。今の体力であればこのくらいこなせる。頭の中で大体の感覚がつかめるようになってきて、自己管理に活かせるようになりました。体が丈夫な若いうちに自分の限界に挑戦するようなひどい地獄を一度は経験しておくことは、後からの財産になります。若いうちに自分の限界を経験することは貴重です。限界も経験しておくと、自分はどこまでやれるのかが分かります。これも自分を知ることの一つなので。今日の格言、限界を一度経験しておく。なるほど。確かに限界まで、試したことないな。どんだけ寝ないでやれるか、ちょっと試してみようかな。無理だな、多分。最初から諦めちゃまずいけど。若い頃はクラブとかで、オールしてても全然平気だったけど、今きついですもんね。クラブとか行って朝方まで音楽どでかい音バンバン聞いてると、やっぱ体は自然と衰えていくもんだから、しょうがない。でもまだ若い、いつまでも若い気持ちでこれからも生きていきたいと思います。それではまた。